はい、皆さんこんにちは、サンズです。今回は簡単に作れるシンプルなフレアの作り方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、もう作り方非常に簡単です。では早速やっていきたいと思うんですが、新規コンポジションを出して素材入れます。はい、でですね、こちら元の素材があって、右クリックで平面を出します。で、カラーは、白より少しだけ黄色みがかっている色とか、青っぽい色とか、そのちょっと雰囲気によって変えてみてもらえればいいと思うんですけど、平面を出しておきます。で、このやり方は他のチュートリアルの中でもね、ちょこちょこやってはいるんで、もしかしたら知ってる方いると思うんですけど、改めて。こんな感じで、右上なのか、光の位置をちょっと確認していただいて、今回、おそらく、影がこういう感じで出てるんで、右上にあるのが自然だと思うので、右上にこういう感じで平面を作っておきます。で、ここに対して F を押してフェザーですね、マスクのぼかしができるんですけど、こういう感じでぐーっと広げます。そうすると、すごい、昔からある方法ではあるんですけど、こういった感じでこうフレアっぽいこう光の雰囲気ができました。手前人物とかにこうやってかかってきていい感じだと思います。で、ですね、このレイヤーの乗せ方、通常で乗せてもいいんですけど、それよりはスクリーンとか加算で乗っけたりした方が、加算であったりスクリーンですね、で乗っけた方が乗っかり方的に綺麗になると思うので、スクリーンにしたいと思います。で、ほぼもうこれで完成なんですけど、今回のチュートリアルはなんですけど、一応この光が明滅ある程度してると多分綺麗だと思うので、ここに明滅の光の点滅ですね、点滅を入れたいと思います。ですね、 T を押していただいて、不透明度ですねが出てくるので、ここをオルトキーを押しながらクリックします。そうするとそのエクスプレッションという機能が使えるようになるんですが、これ記述して、なんかこう、プログラムというとちょっとややこしいんですけど、ウィグルっていうものを使うと、こうランダムな動きを作ることができます。W って入れると多分新しいアフターエフェクトだと、こういう感じでウィグルカッコっていうもう候補が上がってくるので、ウィグルカッコってこちらを入れてください。これを選択してエンターを押すだけでも自動で入力されます。で、ここに対して、今回ちょっとわからない方はもうこのまま打ってもらえればと思うんですけど、2カンマ20って感じで打ってください。これどういうことかっていうと、ちょっとこのソロビューでレイヤーだけ見てみると、今こういう状態なんですが、再生してみるとこういった感じで、この光というか、この濃さですね、この今不透明度の部分の数値がこう上下しているという状態になるんですね。要はこういう感じで光が明滅しているような感じになります。ではちょっとどうなってるか見てみますと、こういった感じで、よく見るとになっちゃうんですけど、こう少し光がこう揺らめいているのがわかるかと思います。ちょっとカメラが動いた時に太陽が少しかじって、こう少し光が揺らめいているような雰囲気が出たのがわかるかと思います。これがなしの状態ですね。で、ありの状態。ちょっとね、ここまで濃いとさすがに目立ちすぎちゃってる場合もあるので、このウィグルとは別でちゃんとこう不透明度をさらに下げておくと、この下げた不透明度を中心として前後というか20の幅でこう明滅してくれるので、このそもそもの濃さが濃すぎるなと思った方は、ここでさらに調整してもらえればいいと思います。ウィグルとは別でちゃんとこうベースの明るさというかは調整できるので、ここで調整してみてください。ぼんやり、薄くあるぐらいが上品かなと思います。こんな感じでいろんなこう実写ですとかモーショングラフィックスとか、いろんな場面で使えるので、一個こう覚えておくといいかなというテクニックの一つでした。またですね、これをこのままこの実写の背景とは別でこの状態で書き出しておいて、プレミアに載せて、プレミアでこう素材として使うみたいなやり方もできると思うので、それもぜひ試していただければ、いろんな場面でこういった同じフレアを作ることもできるので、ぜひ試してみてください。ということで、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今回はシンプルなフレアの作り方をご紹介しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サンズでした。ではまた。